ラングレーから発艦するダグラス DT ダグラス DT は1920年代のアメリカ海軍の爆撃機及び雷撃機であるダグラスエアクラフトがアメリカ海軍から最初に受注に成功した航空機である悲鳴の DT の D はダグラス T は魚雷を示す1921年4月1日折りたたみ翼の3機を受注したのに始まる溶接交換フレーム構造に 機体全部、中央部はアルミが張られ、機体後部はハフバリの機体である。ダグラスで46機が製作され、アメリカ海軍、ノルウェー海軍、ペルー海軍で運用された。ロー・ウィラード、ファウラー・エンジニアリング・カンパニーで20機、ネーバル・エアクラフト・ファクトリーで6機、デートン・ライトで11機が、ライセンス生産された。ノルウェーのマリネンズ・フライブ・バト・ファブリックでも七機が、ライセンス生産され、 第二次世界大戦でドイツのノルウェー侵攻時にも運用されていたが、戦闘には参加できなかった。フロートと車輪のどちらも装着でき、1800ポンドの巨雷を装備できた。1921年に初飛行し、1929年まで生産された。アメリカ海軍の最初の航空母艦ラングレーからも運用された。海兵隊でも運用された。 世界一周飛行を行ったダグラス DWC に改造された。ありがとうございます。